2024年7月22日から26日にかけて、木原防衛大臣がヨーロッパを訪問し、イギリスとスウェーデンを訪れ、異例の会談を行うとの情報をキャッチしました。今回は、F3 戦闘機開発は、日本単独がいいのではないかを詳しく見いきますね。ファーンボロー国際航空ショーで、GCAP ブースで、新たな F3 戦闘機がモックアップされていたが、イギリスの先行きが不透明になってきている。戦闘機も、第5世代の性能が良すぎて、それをはるかに超える戦闘機開発が、どの国も不透明になっている。コストも考えるね。現岸田内閣の木原防衛大臣は、2024年7月22日から26日までの期間でヨーロッパを訪問することが公表され、具体的な国名としては、イギリスとスウェーデンを訪れる予定であることが記者会見を通じて明かされた。今回の木原防衛大臣のヨーロッパ歴訪では、イギリスにおいては、イタリアを含めた GCAP、グローバルコンバットエアシステムについての開発参加国の国防、防衛大臣による会談が実施されるものとめされている。日本、イギリス、イタリアの3カ国が進める、次世代の有人戦闘機開発を含めた GCAP、グローバルコンバットエアシステムにおいて、その参加各国の今後の連携のさらなる強化を確かめる意味があると考えられる。ことに、イギリスでは、この2024年7月4日に実施された総選挙の結果、これまでの保守党に代わって、労働党のスターマー政権が誕生したこともあり、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの問題に加えて、同新政権との交流も視野に入れているのだろう。イギリスでの木原防衛大臣は、イングランド南部に位置するハンプシャー州のファーンボロー空港において、ファーンボロー国際航空ショーも、今年は、7月22日から26日にかけて開催予定のため、こちらの視察も予定に組み込まれている。このイギリスで開催されるファーンボロー国際航空ショーと、フランスで開催されるパリ航空ショーの2つが、世界のビジネスユースを目的とした航空ショーにあっては、双璧と称されており、大きな注目を集めている。開催の始まりは、イギリスのファーンボロー航空ショーが、1920年、フランスのパリ航空ショーが、1908年と後者が、若干歴史が長いが、いずれも、その展示は、航空産業を担うサプライチェーンの末端まで及んでいる点が、他と一線を画していると言われている。航空ショーとしての出展機体数や企業数で言えば、後発の他国の航空ショーの方が、規模が大きいもののある中、イギリスのファーンボロー航空ショーとフランスのパリ航空ショーは、その裾野の広さが、他の追随を許さないとも言えそうだ。さて、その後、木原防衛大臣は、北欧のスウェーデンへと渡り、こちらでも、同国の国防大臣との会談が予定されており、同国は、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの前身とも言えるテンペスト計画には、名を連ねていた国である。現在の GCAP、グローバルコンバットエアシステムに対しては、スウェーデンは、現時点では関与していないが、木原防衛大臣の訪問は、この点についての意思疎通の側面も含んでいるのではないかと個人的には思える。スウェーデンは、自国のサーブ社が開発したマルチロール型戦闘機であるジャ、S-39 グリペンを主力戦闘機として運用しているが、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、今年2024年の2月には、32番目の NATO 加盟国となることが決定した。こうした政治的、軍事的に、スウェーデンという国家の置かれた立ち位置も微妙に変化の兆しがあり、今後の新型戦闘機の開発はこれまでのような自国単独という路線では資金面でも生産効率の面でも厳しいとの見方が大勢を占めている。そうした点では今回の木原防衛大臣のスウェーデンへの訪問とその目的とされる同国国防大臣との会談は少なからず、今後の同国の新型戦闘機開発に向けて、新たな動きが確認されるきっかけになるのかもしれない。話を、少し日本の木原防衛大臣のことにするならば、木原防衛大臣は、今回のヨーロッパ訪問の直前である、7月18日には、鹿児島県の奄美大島、そして馬毛島の視察を行っており、防衛大臣として、はためからも、精力的な活動を行っているように映る。
こうした木原防衛大臣の忙しい動きも、背景にあるのは、日本が置かれた安全保障環境が、第二次世界大戦太平洋戦争後において最も緊迫し、かつ悪化した状況にあるゆえのことだと思え、決して手放しで喜べる状況とは言えないのかもしれない。その日本の安全保障環境の急激な悪化の主要因は、何と言っても、経済発展を後ろ盾として、南シナ海や東シナ海、そして西太平洋方面への軍事的圧力を強め続ける中国の軍備の拡張にあることは、もはやあえて語る必要もないだろう。そして、何と言っても、2022年2月に始まり、今や、ウクライナ側がかなりの劣勢であると伝えられるロシア・ウクライナ戦争の現状において、今日でも、ある程度の規模以上の国同士は戦争に突入する事態が起こり得ることが、改めて、西側諸国は目の当たりにしている。こうした事態を踏まえ、日本でも、2023年度の防衛予算から、大幅な増額の方針が打ち出され、2023年度から2027年度までの防衛予算額は、総額でおよそ43兆円が見込まれ、対 GDP 比でも、その額は 2% に相当すると見積もられている。今や、防衛省という名称は、すっかり定着した感もあるが、日本では、2007年から、それまでの防衛庁が第一次安倍政権によって格上げされたことで、現体制となった経緯があり、今年2024年で、ようやく17年目を迎えた状況で、防衛大臣ポストも同様だ。こうして、2007年以降に設けられた防衛大臣には、今の木原防衛大臣を含め、17年で、内閣の組閣に対応して延べ25名がついており、日本の政治状況を反映して、かなり目まぐるしく、そのポストの人事が変わっていることが見て取れる。これら歴代の防衛大臣の中で、個人的に印象に残っているのは、まず、自公連立の第一次安倍政権時に2代目を務めた、今は東京都知事の小池百合子氏、自公連立の福田政権時に第4代を務めた石破茂氏、自公連立の麻生政権時に第6代を務めた浜田誠一氏、その後、同氏は第24代にも起用が浮かぶ。続いて、自公連立から政権交代を果たした民主党と国民新党の連立による野田政権で第11代を務めた森本聡氏、自公連立に回帰し、第2次安倍政権で第12代を務めた小野寺御殿氏、その後、同氏は第 17.18 代にも起用。自公連立の第3次安倍政権に第15代を務めたのは稲田朋美氏だった。その後、自公連立の第3次安倍政権で第16代を務めたのが現総理大臣の岸田文雄氏で、自公連立の第4次安倍政権で第20代を務めたのが河野太郎氏、自公連立の菅政権、これに続く同岸政権で第21から23代を務めたのが岸信夫氏である。今の木原防衛大臣は、自公連立の第2次岸田政権で第25代目を務めているわけだが、木原稔氏の政治家としての経歴は、2005年に衆議院議員に初当選、その後は落選を喫したこともあったが、通算で5期衆議院議員を務めている。ただし、木原稔氏は、現在の自公連立の第2次岸田政権で初入閣を果たしたものであるため、防衛大臣が、自身のキャリアの中でも、初の閣僚となったわけで、これまでに名を知られていた人物の起用とは少し異なるものとも言えるだろう。木原稔氏は、自公連立の第3次安倍政権時の2013年に防衛大臣政務官を務めた経験があり、その意味では、このキャリアを買われて、今の第2次岸田政権において、第25代の防衛大臣に抜擢されたとも言えるのかもしれない。日本の防衛大臣には前述したように、自公連立の第1次安倍政権時に2代目を務めた小池百合子氏、同の第3次安倍政権に第15代を務めたのは、稲田朋美氏のように、防衛という分野に、あえて女性を起用するサプライズ人事が行われたこともある。ただし、防衛大臣は、他の閣僚と比すれば、比較的に、専門的な知識が求められるポストであると揉めされており、自公連立の福田政権時に第4代を務めた石破茂氏、
自公連立の麻生政権時に第6代を務めた浜田誠一氏。その後、同氏は第24代にも起用がその代表で、現木原稔氏もそのライン上と見る向きが多い。